まして、メッセージの方を読まさせていただきたいと思います。まずはじめに太田夫妻大阪府知事からの応援のメッセージの方を読まさせていただきます。大阪で初めての性的マイノリティの方々のパレード関西レインボーパレード2006の開催を心からお祝い申し上げます。レインボーパレード性的マイノリティの方々の存在を広く知らせるだけでなく、孤独に悩む当事者の方々に一人ではないことを伝える機会にもなります。さまざまな人々が共に生きる社会について考えるきっかけとなる、このような意義深い企画をされた関係者の皆様に深く敬意を表します。大阪府では大阪府人権施策推進基本方針の主要課題の一つとして性的マイノリティの人権を掲げ取り組みを進めているところです。今後も全ての人々の人権が尊重される豊かな社会の実現を目指して努力してまいります。最後になりましたが、パレードの開催にご尽力された皆様の熱意あふれる取り組みにより、本日のパレードが実り多いものになりますことを心から記念いたしまして、私からのメッセージとさせていただきます。平成18年10月22日、大阪府知事、太田夫妻。知事、ありがとうございました。関純一大阪市長よりメッセージをいただいておりますので、代読させていただきます。関西レインボーパレード2006が開催されますことを心からお喜び申し上げます。今日、性同一性障害をはじめとする性的マイノリティの人々は、なお多くの社会的な偏見に悩んでいます。こうした中、性的マイノリティとその支援者の皆様方が、パレードを通じて個性を尊重し、多様性を認める社会の実現を広くアピールされますことは、誠に意義深く、開催に力を尽くされました皆様に深く敬意を表します。大阪市では、国際人権都市大阪の実現を目指し、大阪市人権尊重の社会づくり条例を施行し、市民の皆様のご理解とご協力を得ながら人権施策を推進しております。関西レインボーパレード2006が実り多いものとなりますよう心からお祈り申し上げまして、お祝いの言葉といたします。平成18年10月22日、大阪市長関純一、ありがとうございました。